みんなは取り立て屋って聞いたことがあるだろうか。いかにもこわもてのおじさんたちが大声を上げて嫌がらせをし、強引に借金を取り立てていく。ドラマや映画なんかで見たことがある人は多いだろう。確かに人から借りたものを返さないというのは良くない。でも中にはやむを得ない理由があったり、法外な利子をつけていたりする場合もあり、必ずしも借り手ばかりを責められないケースもあるんだ。そういった債務者が最後に取る手段が夜逃げ。名前も捨て、戸籍も捨て、今までの人生も全て捨て、誰も知らない土地で新しい一歩を踏み出す。で、そういった夜逃げをサポートするのが俺たち逃がし屋ってわけだ。俺の名前はヤタネ・ニゲール。ブラジル人の父と日本人の母を持つハーフだ。逃がし屋を始めてかれこれ10年になる。社員はスタッフ兼ジムのゆかりちゃんと反社員の富田林くんの3人。少数精鋭が俺のモットーだ。今日も俺たちはある債務者に会って話を聞いていた。まったく、たかが400〜500万の金でギャーギャー騒ぎやがって。なあ、あんた、ちゃんと俺たちを逃がしてくれるんだろうな。男の名前は我がま正彦、46歳。親から引き継いだ輸入会社を経営していたが、自分勝手でずさんな経営をした結果倒産。抵当に入っていた自分のマンションはすぐに競売にかけられ、親の家に転がり込んでいる。嫁と娘が一人いたが、早々に愛想を尽かして離婚。現在は年老いた両親と一緒にこの家に住んでいる。それで債務状況はどんな感じなんです？三四社から1500万ってところかな。正確には16社、5000万円ですね。その中にはいわゆる闇金の類も含まれています。あれ、そんなにあったかな。両親は体を支え合うようにしてため息をついている。地獄ローンにいて前金融ですか。丘の町金はともかく、この2つはやばいですね。でもあなた、会社を清算したのが1年前ですよね。どうして短期間でこんな急に債務が膨れ上がったんです？そりゃ仮にも企業の社長を務めていたんだから、それなりに付き合いってもんがあるだろ。お前たちみたいなブルーカラーじゃわからないだろうが、再就職の口を聞いてもらうのだって、銀座で飲んだりゴルフの相手をしなくちゃならないんだよ。そんなもんですかね。とにかく先ほども言いましたけど、この2社は本当にヤバい。奥さん離婚されて正解でしたね。そりゃどういう意味だ。こいつらね、かなりひどい追い打ちをかけてくるんですよ。おそらく他の債務者からも債権集めてるんじゃないですかね。で、一定の金額の債権がたまると鬼のような取り立てを始めてきます。わざと深夜に大声で取り立てに来たり、近隣の家にまで催促のビラを撒いたりね。もうこの近所には住めないってくらい厳しい取り立てをしてくるはずです。年老いた母親は顔を覆って泣き出してしまった。せっかく亭主が築き上げた会社を潰したばかりか、自分たちのついの住処まで奪われてしまうのだから。それでね、もう限界って時に夜中に集団で押し入ってくるんですよ。家屋敷はとっくの昔に抵当に入ってる。闇金なんかに回ってくる金ははたからないんですよ。そこで奴らは別のルートで回収するわけです。若くて健康であれば労働力を、そうでなければ内臓を売ったり体を売らせたりしてね。そんなの法律違反だろ。そもそもあいつらは金を貸している時点で法律違反なんですよ。そんな言い訳通用しません。まああいつらから逃げるつもりなら、それこそ名前も顔も変えるくらいの心づもりが必要ですね。できれば東南アジアあたりにでも逃げますか。おどこでもいいぜ。とにかく安全なところに頼む。まあ私たちはお金さえもらえればどんな依頼も引き受けますがね。俺はゆかりちゃんと一緒に富田林の待つ車に戻った。先生、さっきの取り立ての話本当なんですか？心配しなくていいよ。あのくらい驚かさないと、あのクライアントダメでしょ。確かに。とそこで俺の携帯電話が鳴った。おい、逃がし屋か。ちょっと相談なんだけどな。フィリピンに高飛びするのは俺だけにしてくれねえか。年老いた両親はさ、やっぱ外国じゃ暮らしづらいと思うわけだ。だからな。だからなってあんた、ご両親どうなっても知りませんよ。
いやいや、さすがにこんなジジイやババアじゃどうにもできないだろう。それにさ、親がこの家に残っていれば俺もいつか帰ってくるんじゃねえかって思わせられるんじゃねえか。そりゃまあ本当ダメだな。お前、金さえもらえればどんな依頼でも引き受けるって言ったじゃねえか。あれは嘘か。わかりましたよ。あ、じゃあ急いだ方がいいですね。逃げるのは明日の夜の1時。ボストンカバンに入る程度の最低限の荷物だけ用意して待っていてください。あと代金の100万円を忘れずに。わかった、明日の昼だな。この話はくれぐれも親父たちには。わかってますよ。ほんと最低っすね。スピーカーで聞いていた富田林くんが吐き捨てるようにつぶやいた。翌日の深夜1時きっかりに俺たちはわがま邸を訪ねた。玄関にはすでにボストンバッグを用意したわがま氏が待っていた。ご両親は？2階の寝室で寝ている。それはよかった。表に黒塗りのワゴン車が止まっています。話はついていますから、それに乗ってください。おっと、その前に料金の方。ほらよ。わがま氏は封筒に入った現金を無造作に渡した。ん？少ないですね。50万ってとこですか？逃げるのは俺だけになったんだから少し負けろや。ほんと最低ですね。じゃあな、逃がすよ。世話になったな。そう言うとわがましは後ろも見ずにワゴン車に乗り込んでいった。さて、もう一仕事しますか。俺は2階へ続く階段を上がっていった。1時間後、国際空港では、この飛行機に乗って向こうに着いたらブラカン州の田崎という男を訪ねてください。電話をすればすぐにつながるはずです。日本語が通じるマンションを契約していますから、しばらくはそこで生活してください。向こうの物価だったら贅沢しなければ年金だけでも暮らせていけます。幸い年金は差し押さえることはできませんからね。あの、私たちお支払いするお金がないのですが。ああ、息子さんから前金でいただいていますので心配いりませんよ。あの息子が、あ、まさか。本当ですよ。ほら、飛行機が来ますよ。ついの住処はダメになってしまいましたが、せめて老後くらいはゆっくりなさってくださいね。年老いた両親は何度も頭を下げ、搭乗口に消えていった。社長、今回も赤字ですか？まさか、わがましからもらった50万と、ほら。そう言って懐から出したのは100万円の束。え、それは？これは家前金融からもらった情報料。じゃあ、あの親父。いそいそと伊手前金融の車に乗っていったかな。今頃地獄を見てるかもな。まあ、きちんと約束を守れないようなやつはこうなるのさ。本日もご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。